匿名希望の方からの質問です。ビル・ゲイツの培養肉に関してです。ビル・ゲイツの考案した培養肉を食べたら、それを食べた人の体に何らかの悪影響が生じるのではないかと心配しております。西先生はどう思われますか？皆さん、人工肉と書いてある人はフェイクミートと言っております。いや、どうやって作るかわかりませんが、相当いろいろな過程を通らないと、私たちの舌がこれ肉の味しないよ、美味しい肉だと言いませんので、さあ何を入れるか、調味料で何を入れれば、いわゆる化学薬品で何を入れればその大豆が肉の味に変わるのかと。皆さん、植物から作るんですよ。ネズミやシカオの肉を使うんじゃないです。植物から、植物の多分タンパク質の多い大豆から、大豆やトウモロコシから作ると思いますが、相当の、薬品、調味料を入れないと肉になりません。出てきた時に、工場のベルトコンベアの上から出てきた時に、その肉の塊、牛肉みたいに赤いんですか？いや、全然知りません。いや、私はそういうものを非常に嫌いです。もうはっきり言っておきます。人工的に肉を作るとか、人工的に大豆を作るとか、で、米を作るとか、もう普通に作れるのになんでやらねえんだと。そっちの方を、自然の方をもっと効率的にできないものかなと思います。それを捨てといて、人工に走るって、これもうなんか裏に汚い、私たちの好きじゃない作戦があるんじゃないかと思っております。なるほど。つまりこう、人工肉が私たちの舌に合うには何らかのこう調味料であったり、はい、香辛料を含ませる必要があるわけですよね。はい、そうするとこう、何らかの依存性のあるものが含まれていた場合、私たち人工肉また食べたいっていう風になっちゃいます、ね。皆さん、私たちマクドナルド行って、ね、バーガー買って、あれ世界一のバーガーですか、あれ売れ行きが、バーガー買ってガブッと食べてコーラ飲んで、それからフレンチフライズ、あれ日本ではなんていうの、フライドポテト、はい、フライドポテトガーッと握ってガーッと食べる、この快感、おい、それだけであんなに美味しいのかと、美味しいか、なんで自分の家で作れねえんだれ。作れませんよ。皆さん、中に入れるものを持ってないもん。で、大抵、調味料で一番たくさん使われるのは、塩と砂糖です。塩は味を深めます。砂糖は美味しさということを私たちの脳に伝えます。安全で美味しいってのは砂糖です。だからそれをこれからどんどんと使う。でもご存知のように、砂糖を食べ過ぎるとろくなことはない。塩を食べ過ぎるとこれろくなことはない。で、ちょっと嫌な話をしますが、3、4年前、インドネシアで大地震がありました。10年ですか。40万人ほど亡くなるんですが、日本旅行者も大勢亡くなりました。それで、あそこは暑いですから、死体が早く腐ります。で、腐らないで、海に浮かんでた白い体は日本人だって、すぐ分かったらしいです。もう一回言いますよ。死んで、亡くなられて、で、僕なんかもボロッケ消えてますから、白い体でぷかっと浮いてるんですよ。うん、日本人だ。なんで日本人なんですか？日本人の体は防腐剤がいっぱい入ってて腐らない。おー、それを聞いた時、私はいや本当にうわ怖いと思いましたから。皆さん、インドネシアやインドの人のように津波に溺れて、もうあんな暑いところで
2、3日したらもう腐敗しなきゃ、うん、しない。じゃあフェイクミートも防腐剤がたくさん入ってる。あれもう絶対可能性があるという。特にミート関係を入れなきゃ。ああ、そうですね。すぐ腐ります。生だったら腐ります。すぐ腐ります。だから皆さん、フェイクミートに人工ミート好きになる人もいるかと思いますけど、皆さんのお子様のために、孫のためによう考えてお食べください。先ほどコカ・コーラの話が出てきましたが、実際昔はコカ・コーラ、コカの葉が入ってましたもんね。皆さんコカの葉からコカインを作るんです。それで、あれ飲んで、2時間もするとまた飲みたい。だからコカ・コーラがベストセラーになっていくわけ、アメリカで。なんでコカ・コーラだけ売れるんだ、この野郎って。ペプシコーラもあるし、いろいろあります。うん、何コカの葉っぱ絞って、そのエキスやってるから、飲んだ途端に元気になっちゃって。うん、ナチスドイツもコカイン大好きでした。もうそうすると食生活まで私たち変わっていってしまいます、ね。ああ、これ、もう人工で食べ物を作り出すと、ものすごい勢いで、私たちの体が変わります、うん。もう一つ大きな問題は、工場で物が作れる、食べ物が作れるんだったら、そうすると農地は、うん、農地の手入れしないんですか、ほったらかしですか、